はい、それでは番書を確認してください、はい、続きまして第5章の第2節ですね資本市場へのアクセスと手続きに入っていきましょうでここでは株式公開について見ていきましょうで株式公開となりますと株主は特定の少数の株主から広く 不特定多数の株主に変わっていきますよねで企業はその中でこの株式市場から広く資金調達を行うことができるようになりますでこうしたところ特徴としているわけですけれどももう少し掘り下げて考えてみますとこの株式公開というのは企業にとってあるいは株主にとってあるいは従業員にとって それぞれ意義があるものと考えられますで、この点ですねまとめてみたものがテキストですね1番の括弧1企業のメリット2従業員のメリット3株主のメリットというところになりますそれぞれの内容については皆さんご自身で一通り確認していただければと思いますそれからメリットとなりますと反対側に デメリットも考えられるわけです。けれども、ここでは過去4。企業のデメリットということで、丸1。株主総会の運営対策丸2。株式の買い占め対策まこういった対策が新たに必要となるわけですよね。それから、丸3。企業内容の開示義務が増大するということですね。まこうした点、このデメリットというよりかは？ 新たに大変となるところが増えてきますよと、まあ、こうした側面もあるわけですよね。ここも合わせてて確認ししおきましょう、はい、では続きまして今度2番の方ですね。株式公開の手続きを見ていきましょう。テキストのを見ていきますとまずは図がありますよね。株式公開のの流れという図図でですねまずはこちらの図で 全体の流れを確認ししておきましょう図の中で一番上のところを見ていきますと株式公開意思決定とありますね経営者が株式公開の意思決定を行うわけですけれどもここに至るまでにももちろんですね大変なところもあるかと思いますけれどもここではこの意思決定を行った後どのように進んでいくのかということで図の中左のところでは 社内プロジェクトチームの結成それから右側のところでは外部機関の利用とありますねまず社内においてはこの株式公開を機に今までやってきたやり方であったりこの体制であったり規定であったりあらゆる面において確認や見直しをしていく良い機会となるわけですよね。でその時に これを担っていくのが例えば管理部門だけというような状況であったとしたらこれがうまくいくかというとそういうわけにはいかないですよねやはり全社的に取り組んでいく必要があるということが言えますでそこで考えられるのがここですね企業経営理論のところでも出てきますけれどもプロジェクトチームですね管理部門だけでなくて例えば製造部門であったり 営業部門であったりですねこの社内の横串を入れるような形ですね組織として取り組んでいく必要があるということですねこのプロジェクトチームについては皆さん今一度確認をしておいてください、まあ、それから今度右側外部機関の利用のところでは証券会社と監査法人ですねここのの証券会社と監査法人、まあ、特にこの両者は 大きな役割を果たしていると考えられますけれどもまず証券会社につきましては、ま、ず先ほどの株式公開の意思決定に至る前の段階から深く関わってきますよねまあ、特に主幹事証券といわれる立場の証券会社の位置づけ役割というのは大きなものがあると考えられますこの主幹事証券ということはよろしいでしょうかこちらちょっと板書の書きますけれども 主幹事というのはこちらですよね、よろしいでしょうか。はい、で続いて今度、監査法人ですね、こちらはテキストの方ですね、カッコ1の丸3の B のところですね、監査法人カッコ公認会計士とありますので、こちら、一緒に確認をしておきましょう。 株式公開には金融商品取引法監査に準ずる監査が必要であり監査法人の会計監査を受ける必要があるまた監査法人は着手時の予備調査報告書やその後の定期的な監査報告書により社内体制の整備などに対するアドバイスも行うということですね。でここで こちら場所の方ですね公開スケジュールと書きましたけれどもこちらの図をご覧ください監査法人が関わってくるこのスケジュールですね確認をしていきたいと思いますまずこちらですね図の中では左から右に大きく時の流れがありますけれどもこの中で上場の日それからこの上場の申請日これに対して監査法人というのは直前の決算期それからもう1つ前の決算期ですね ここここににおおいいいててて監査を行っていくということううなりますまますずはこの点を押さえておきましょうそれからテキストの中では着手時の予備調査報告書といった言葉が出てきましたけれどもこの予備調査ということになればこの監査よりさらに前の期間ですねここで予備調査を行っていくということになりますので監査法人というのも非常に 長いいい期間関わっててくととうここがわかりまますよねこの点も抑えておきましょうでここまで見てきたところでこの公開準備手続きというのは何を行うのかというところですねこちら大きく見ていきますとこちらの2つですね資本政策と社内体制の整備ということになります。 資本政策というのはテキストではカッ2のところ、それから社内体制の整備はカッ3のところで説明をしています。まずは資本政策について確認をしていきましょう。まず第一段落のところですね、赤文字になっています。こちら確認していきますと、資本政策とは株式数や株主構成の現状を把握し、 これに第三者割当増資や株式の移動等の適切な措置を施すことによって現状の株式数や株主構成これに対して将来の姿を考えていくことですね将来の理想的な株式数や株主構成がどのようなものであるのかこちらを考えた上で 両者の間にはギャップがあるわけですからそれに対して適切な措置を施していくこれが資本政策とということになりますではこの将来の理想的な姿ですねこの株式数や株主構成を考えていく上でどんな観点が必要になるのかといいますとテキスト三から六の内容ですね。3創業者対策 丸 ④ 事業継承相続税対策 ⑤ 安定株主対策 ⑥ 関係会社整理とこういった観点が必要になってきますそれぞれの内容についてはここですね端的にちょっとまとめておりますのでこちらは皆さんで一通り確認をしていただければと思いますこうした観点を踏まえた上で先ほどのこの将来の理想的な 株株式数や株主構成を考えていくわけですねでこの考えた上で現状とのギャップに対して適切な措置を施していくということでまた先ほどの、ね、赤文字のところちょっともう一回確認しておきますと1行目の後半のところですね第三者割当増資や株式の移動等の適切な措置とありますねこの他にも例えばストックオプションであるとか 株式の分割であるとかですねこの様々な措置が考えられるわけですねまこうしたことを行っていくわけですねで、ここで注意を要するのが丸1のところですね公開規則上の規制とありますこちらは注意しておきましょうここ一緒に確認しておきますとまず第一段落のところですね 株式の公開に伴うインサイダー取引などの不正行為を防止するため証券取引所および日本証券業協会では一定期間の株式の移動について規制を設けているということですね。ここでインサイダー取引という言葉が出てきましたけれどもこちらよろしいでしょうか未公開の情報をもとに特定のものだけが利益を得るような行為というのはこれは禁止されているわけですよね。 こうしたこのインサイダー取引などの不正行為を防止するために一定期間の株式の移動について規制を設けているということになります。もう少し具体的に見ていきますとここ上から5行目ですね第3段落のところこちらも確認しておきますと新規上場申請会社の大株主上位10名などの特別利害関係者等が 上場申請日の直前事業年度の末日の2年前の日から上場日の前日までの期間において、こちらの内容ですね、先ほどの公開スケジュールの方で確認しておきますと、今の記述、上場申請日の直前事業年度の末日というのは、この上場申請日の直前事業年度の末日ですから、ここですよね、ここから2年前の日、 まさにこのの監査の対象期間ですよねここから上場日の前日までここにおいて次のところ申請会社の発行する株式新株予約権の譲り受けや譲渡を行っている場合には当該株式等の移動の状況と譲渡価格の算定根拠を上場申請のための有価証券報告書に記載するということですね。 はい、こちらの内容についても押さえておきましょうでここまで資本政策について一通り確認してきましたけれども続いて過去3のところですね社内体制の整備こちらも確認しておきましょうまず第一段落の赤文字のところ見ていきますと株式を公開する企業にとって投資者の信頼を得るために経営管理組織体制ディスクロージャーなど社内体制を整備することが必要となるということで では具体的にどのようなことを整備していくのかといいますとこちらですね「1」から「4」の内容ということですね。「1」「組織体制の確立」「2」「社内規定の整備」「3」「予算計画体制の整備」「4」「内部監査体制の整備」とありますね。ニュース等では「コーポレート・ガバナンス・コード」といった言葉が出てきますけれどもこれに対応していくこともこうした内容に含まれてくるということ。 言えますねここ、社内体制の整備につきましても、内容についてはですね、一通り、皆さんで確認をしていただければと思います。で、こうした資本政策、それから社内体制の整備、こちらを終えると、上場審査ですね、こちらに入っていくということになります。上場審査につきましては、括弧4のところですね。 ここ第2段落の赤文字のところを確認しておきますと株式を公開しようとする企業は各証券取引所等の上場基準に関して審査を受けなければならないということなんですね次のところに形式審査と実質審査という言葉出てきますで、こちらの内容については次のテーマのところで詳しく見ていきたいと思います こうしてこの上場審査において許可が出ると、いよいよ上場ということになります。で、次の括弧5のところです、見ていきますと、株式上場時の公開価格の決定手続きということで、ここでブックビルディング方式という言葉が出てきますね。ブックビルディング方式ですね。この内容については、第二段落のところですね、説明がありますので、 こちらについても皆さんで確認をしてておいいくださいはい、いではここまでですね、株式公開の手続きについても一通り確認をしてきましたが、よろしいでしょうか。はいでは、続きましては、先ほど出てきたこの形式審査と実質審査ですね、こちらの方、詳しく見ていきたいと思います。では、場所の方ですね、切り替えていきますので、今一度。 場所の確認をしてください。よろしくお願いいたします。はい、続きまして三番市場の種類について見ていきましょう。ここでは早速テキストの方をですね見ていきましょう。カッ一のところですね。株式公開と資本市場 こちら見ていきますと図がありますよね資本市場の体系という図ですね現在では証券取引所も経営統合されていまして見ていきますとここ東京、名古屋、福岡、札幌こちらに証券取引所があるということですねでこの中でこの図の中ですね各市場がありますよとこういう位置づけになっていますでここではこの中から括弧2のところ 新興企業向け市場ということで、一のところ、マザーズ、それから二ジャスダックですね、こちらの2つについて詳しく見ていきたいと思います。まず、マザーズの方ですね、テキストのを見ていきますと、この赤文字のところ、次の文章を一緒に確認しておきましょう。上場基準が一部や二部より大幅に緩いため、起業して間もない企業や、 成長性は見込めるものの先行投資等により赤字決算の企業も新規に上場しているということですね。成長性があれば赤字決算の企業であっても上場できるということなんですね。それから今度丸二のジャスダックの方を見ていきましょう。ジャスダックのところを見ていきますと、表がありますけれども。このジャスダックというのは二つの区分に分かれているということですね。まず表の中左側。 ジャス,ダックスタンダードの方は一定の事業規模と実績を有し事業の拡大が見込まれる企業群を対象とするということですね。一方で右側の方ですね JASDAQ グロースの方を見ていきますと特色ある技術やビジネスモデルを有し将来の成長可能性に富んだ企業群を対象とするということですね。 まずはこの点ですねこの各市場の違いまあざっくりとしたところですけれども確認をしておきましょうでは続いてテキストの方三のところですね証券取引所への上場基準ということででここで一つ前のテーマで見てきた形式審査と実質審査がありますよということですねここを詳しく見ていきたいと思いますテキストの見ていきますとまずは丸一のところ 形式基準ということで、この形式審査にかかるこの要件が挙げられています。それから、次の丸2のところでは実質基準ということで、この実質審査に係るこの基準ですね。要件が挙げられています。まずは丸1の形式基準の方から確認をしていきましょう。 最初に出てくるのはマザーズこの表がありますよねマザーズ内国株の主な形式基準こちらの表を見ていきましょう表の中一番左のところにマザーズそれから真ん中に市場第2部一番右に市場第1部とありますよねまずは一番左のこのマザーズこう縦にずっと見ていただきますと5番の純資産の額それから6番 の利益の額または時価総額いずれも基準はないということですよね。それからこのマザーズというのは東京証券取引所が属する日本取引所グループのホームページ見ていきますと市場第一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場という位置づけがされています。こここですすねこの形式基準について見て見きますと このマザーズ、それから市場第2部、市場第1部へとですねこの左から右へ審査項目でいうと1番の株主数、2番の流通株式、3番の時価総額、こちら左から右に見ていくとそれぞれですね順番に厳しくなっているのが分かりますよね。ただここ この要件を満たしていけばこれ、形式的にはですねステップアップができるんだなということがここでもわかるわけですよね。それから4番の事業継続年数5番の純資産の額それから6番の利益の額または時価総額こちらについては市場第2部市場第1部まあいずれも同様の基準ですねマザーズよりは厳しい基準。 がこの設けられているということでここはですね、表の中、一通り確認をしていただければと思います。では次に今度はジャスダックの方ですね、見ていきましょう、やはり表がありますけれども、スタンダードとグロースということで、ここ、特徴的なところを見ていくと、まずグロースの方ですね、純資産の額は正ということですから、これ、 プラスででであれればここはいいいすすよということうなんですねでそれから利益の額のところはこれグロースの方を見ていくとこれ基準がないということですね。それから時価総額、こちらですね見ていきますとスタンダードの方の利益の額の欄ですねこちらの B のところに時価総額が50億円以上という基準がありますけれども。 右側のグロースの方ではこの時価総額についても基準はないということなんですねでこの点確認をしておきましょうそれから今度は2の実質基準こちらも確認しておきましょう実質基準まずは A のところマザーズの実質基準ということで全部で5つですね基準が挙げられていますでこちらもいずれも重要なんですけれども先ほど 見てきたようにこの特徴的なところですね、成長性が見込めるのであれば赤字決算の企業でも上場できるといったところですね、それを可能にしているのは特にどの基準なのかなというふうに見ていきますと4番の事業計画の合理性ですね、これ特に重要と言えるのではないかと思います。赤字決算ののの企業ででもここ成長性があればですねこの 事業計画に合理性があれば、ここ非常にポイントになるわけですよね。まあ、この点ですね、この実質基準において、まあ、特にこの点が重要視されるところということで、押さえていただければと思います。それから JASDAQ の方を見ていきますと、こちらもやはり表でまとめられていますけれども、括弧1のところですね、こちら、違いがあるところですよね。まずスタンダードのほうを見ていきますと、企業の存続性ということで、 事業活動の存続に支障をきたす状況にないこと一方でグロースのを見ていきますと企業の成長可能性ということでこちら先ほど見てきたようにこのスタンダードとグロースがどのような企業を対象にしているかということでここですね違いがあるということですね。 それから括弧二から括弧五についてですね。まあこちらは一通りですね。確認をしていただければと思います。でこのように見てきましたけれども、このマザーズとジャスダックですね。この若干違いがわかりづらいかもしれませんね。もともとこのジャスダックというのは、系統合もありまして、まあ、直前ではですね。大阪証券取引所ですね。こちらに属していたところですけれども。 東京証券取引所と大阪証券取引所が系統合して現在の形になっているということですね。またそのさらに前を見ていきますとこの JASDAQ というのは歴史のある市場になりますので実際の上場している社数を見ていきますとこの今の見てきた中でマザーズとそれから JASDAQ ス,スタンダード JASDAQ グロースこの3つを比べたときには社数ですね すでに上場している者数としてはこのジャスダックスタンダードが一番多いということですねで次にマザーズそれからジャスダックグロースという順番になりますで一方で最近上場している者数ですねこちら新規に上場している者数ということで見ていきますと2018年度に関して言うとマザーズが一番多いということですね次にジャスダックスタンダード それからジャスタックグロースとこういった順番になっていますまあこのあたりもですね各市場の違いを抑える上で参考にしていただければと思いますでは続いてテキスト括弧四のところですね東京プロマーケットこちらについて確認をしていきましょうでこの東京プロマーケットというのもこの東京証券取引所に属する市場になりますけれどもこちらですね特徴的なところまずテキストの 赤文字になってているとこころですねこちらからか確認ししおきましょう東京プロマーケットは主に投資家として投資に関する知識や経験があり自らの判断で投資行動を行えるプロですね特定投資家を対象としているということですねまずここ特徴的なところですよね。それから次の文章を見ておきますと上場,にあ上場する企業に対して J アドバイザーを確保することを要件としていること,ということで、この J アドバイザーとは何かというと、過去の中ですね、上場を目指す企業に助言等を行うアドバイザーということですね。この J アドバイザーが上場後もですね、ずっと一緒に関わっていくということが、この東京プロマーケット特徴として言えます。従って、次の文章を見ていきますと、一方ということで、 マザーズやジャスダックに設設けけらられれてていいいいるる数値基準が設けられていないのがなななの大きな特徴でであるととうことなんですねテキスト下の方表がありますけれどもこの東京プロマーケットとマザーズとの比較ということで表の中、ですね左側の東京プロマーケットのところを見ていきますと開示言語は英語または日本語ということで英語でもいいですよということなんですね。それから上場基準のところは数値基準なし。 それから上場申請から上場承認までの期間が10営業日ということですね。それから上場前の監査期間で最近1年間となっていますね。でこちら場所のを見ていただきますと先ほど1つテーマのところで見てきた公開スケジュールこちらの図そのまま残しておりましたけれどもこの東京プロマーケットに関してはこちらですね監査期間はこの直前期の1年だけ。 でいいですよということなんですねここはまた他の市場とは違うところということが特徴としているかと思いますそれから表の中また見ていただきますと内部統制報告書それから四半期開示についてはこの東京プロマーケットは任意ということになっていますでこちらこのマザーズと比較するといずれも東京プロマーケットの方非常に 基準が緩くなっていますよねマザーズがそもそも基準が緩やかであったのに対してさらに緩やかになっているところ特徴があるわけですね。でこれを可能にしているのは先ほど出てきたこの J アドバイザーですね J アドバイザーが上場後もずっと関わっていくとこちらが特徴ということなんですね。はい、ではいでででこここまでですねこのテキスト 見ながら一通りですね確認をしてきましたがいかがでしょうか、こちらですねポイントになるところとしてはこのマザーズとジャスタックについては形式基準と実質基準がありますよということですねそれから東京プロマーケットについてはこの J アドバイザーの存在こちらが重要ですよということですね、この点、押さえておきましょう。はい では、テキストは今度4番の方ですね、金融商品取引法、こちらに入っていきましょう。では、番書のほうを切り替えていきますので、こちらですね、番書の方を今を一度確認をしてください。よろしししくお願いいまますはい、続きまして 4番金融商品取引法についいてて見ていきましょうこの金融商品取引法というのは今まで見てきた株式公開それから資本市場こちらと大きく関わってくる法律なんですねではどんな法律なのかといいますとまずテキストですね括弧1のところ金融商品取引法の概要の第2段落ですね第2段落の赤文字のところを見ていきますと 金融商品取引法の目的は企業内容等の開示の制度を整備するとともにこちらは上場企業を中心としてとなりますけれども情報開示ディスクロジャーについて定めていますそれから金融商品取引業を行うものに関し必要な事項を定めこちらは証券会社をはじめとしてまあ金融機関などを指して いますそれから金融商品取引所の適切な運営を確保するとありますけれどもこちらは証券取引所のこことを指していますこうしたところによって有価証券の発行および金融商品等の取引等を公正にし、まあ、以下の記述は皆さんお読みいただければと思いますけれどもこうした目的があるということなんですね。 では、テキストを次のところを見ていきます。と、かっこ2か3のところでは、この法改正にかかる内容ですね。を書いています。まず、括弧2の丸1の a のところ見ていきますと、投資型クラウドファンディングの利用促進とありますよね。まあ、こちら項目だけ挙げています。けれども、このクラウドファンディングという言葉、皆さんもご存知かと思います。 インターネットを通してですね、この資金を調達するようなやり方ですけれども例えばご存知のところではこういった製品あるいはサービスを作りたいんだけれど興味のある人いますかとお金出してくれる人いますかとこういったものありますよねで、これは一般に購入型のクラウドファンディングと言われているものでこの投資型とはまた異なるわけですねクラウドファンディングにはいくつか形が ありますけれどもこの投資型と言っているものは例えば株式投資であったりファンドであったりというところですけれどもこれはこの金融商品取引法に基づく業者としての取扱い業者としての登録が必要となるんですね。より厳しい規制が設けられているということになります。で ここで言っている法改正というのはこの利用促進を図るために緩和を行っていますよ基準の緩和を行っていますよということですね。具体的には少額のものだけを扱う業者ですね少額のものというのは発行価格が1億円未満1人当たり投資額が50万円以下こうした少額のものだけを扱う。 業者に対してのこの基準を緩やかにしましまたよというののが法改正でで行われていますすここですねこねように法改正に関わるところですね結構細かい内容ですね順次改正が行われていますけれどもここすべてをテキストに書くわけにもちょっとねスペースの都ごし難しいのでこちらですね内容については皆さんホームページなどで確認をしていただければと思います。 この法改正に関わるところというのは本試験対策としては狙われやすいところではありますので内容についてはですね皆さん一度ご覧いただければと思います。続いて過去四金融商品取引法と会社法の比較ですねこちらは一緒に確認をしておきたいと思います。金融商品取引法と会社法を比較すると主に三点の相違があるということで丸一会社法は 株主と債権者の保護および両者の利害調整を目的としているが金融商品取引法は投資者保護を第一の目的としているということですね。こちら、番書にも書きましたけれども投資者保護が第一の目的ですよということですね。こちららはは押ささえてておきましょうそれれか会会社法は全ての会社法のに適用されるが 金融商品取引法は上場会社等に対して適用されるということですねこちら上場会社等に対して適用というところも押さえておきましょうでこちらはこの次の丸 ③ のところですね金融商品取引法の規制は主として情報開示ディスクロージャーを促進するという形で行われるこちらと関連があるということですね ここで挙げているこの3点については押さえておきましょう。はい。続いて、括弧コ5。金融商品取引法の主な内容ということで、こちらもですね、確認をしておきましょう。丸1、上場会社等のディスクロージャーということで、金融商品取引法では、投資者保護の観点から、有価証券報告書ですね。こちらまた後で詳しく見ていきますけれども、有価証券報告書を 内閣総理大臣ここ金融庁長官に提出すするるとととを定めているということですねそれから ②、2インサイダー取引の規制ということでインサイダー取引については皆さんもご存知かと思いますけれどもここですねテキスト素袖のところを見ていきますと過去問で出題されているものがありますのでこちら後ほどですね一緒に確認をしていきたいと思います。それから ③ 損失補填の禁止、ま4、証券取引等監視委員会の設置ということで、それぞれの内容についてはですね、皆さん、一通りお読みいただければと思います。それから、この有価証券報告書に関連して、次の、カ6、内部統制、それからカ7、確認書制度、それからカ8、内部統制報告制度ですね、こちら、合わせて、 確認しておきたいと思いますまず括弧六の内部統制のところですねこの内部統制という言葉前にも出てきましたけれどもいかがでしょう会社法のところで出てきましたね取締役の義務責任というところで取締役には内部統制システムの構築義務があるということでしたよねで、この内部統制という言葉まあそもそも ななぜ言われるよううになったのかというといころですね見ていきますと企業において粉飾決算であるとか不祥事であるとかですねこうしたところが起こっていることからこうしたミスや不正といったところです、ね、これを事前に防ぐあるいは起こってしまったとしても、まあ、損失損害を最小限に食い止める。 このためにはあらかじめ社内において仕組みや手続きこれを作っておく必要がありますよねというこうしたところが背景にあるんですね。でこのテキストにおいてはこの内部統制こちらの定義にあたる内容を書いていますのでこちら一緒に確認をしておきたいと思います。第二段落のととところを見ていきますと内部統制とは基本的に 丸一業務の有効性及び効率性丸二財務報告の信頼性。丸三事業活動に関わる法令等の遵守。丸四資産の保全ですね。この内部統制にはこの四つの目的があるということなんですね。この四つの目的の中で。丸二。 財務報告の信頼性ですねこちらについてこの金融商品取引法では定めているということになります。でテキストの記述の戻っていきますとこの4つの目的が達成されているとの合理的な保障を得るために業務に組み込まれ組織内のすべてのものによって遂行されるプロセスこれが内部統制ということになります。 この表現ですねちょっと言い回しが難しいところありますけれども、まあ、ここ、端的に言えば、まあ、平たく言えば社内のあらゆる活動が関わってくるということは言えますよね。で、テキスト次のところ見ていきますとこの内部統制のプロセスというのは次のこの丸一から丸六ですね丸一から丸六の,の6つの基本的要素から構成されるということになります。 一統制環境、二リスクの評価と対応、三統制活動、四情報と伝達、五モニタリング、六 IT への対応ということですね。こちらの内容ですね、本試験、過去問で出題されています。過去問はですね、この4番、金融商品取引法のこの表題のところを見ていきますと、 袖に平成二十二年度の十八問というマークがありますよね。こちらがこの内部統制に関連した過去問になっていますので、一度ですね。過去問の方にも取り組んでいただければと思います。それから、この内部統制を踏まえた上で、次の七番の。確認書制度、こちら見ていきましょう。確認書制度とは、財務報告に係る内部統制の強化を目的に。 有価証券報告書等に記載された内容の適正性について経営者自らが確認しその旨を記載した確認書を有価証券報告書等に添付することを義務付けるとありますよね。こちらですねこの有価証券報報告告書に記載されたこの財務報告が 適正ですよということを経営者自らが確認するこれが確認書ということになりますでこれに対して次の8番の内部統制報告制度ですねこちらはどういった内容なのかと言いますと丸 ① の A のところ見ていきましょう内部統制報告書とは 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制を評価した報告書のことであるということですねこのまあ、言ってみれば正しい財務報告を行う体制ができていますよという内容なんですねこちら先ほどの確認書とこの内部統制報告書ですねこちらの違いを押さえておきましょう でテキストの方を見ていきますと次、C のところですね確認しておきましょう内部統制報告書において経営者は内部統制の有効性の評価結果として有効重大な欠陥があり有効でない等を記載するそれから合わせて D のところも見ていきますと内部統制報告書には公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならないと。 このような形になっているんですねこの点確認書とこの内部統制報告書の違いを押さえておきましょうそれからこの最後のところですね今 D のところ1行目読んできましたけれども2行目のところですね新規上場後3年間は免除を選択できるということでこの内部統制報告書を作成するのが大変なところからこの新規上場後3年間は 免除を選択できますよと、ここですね、法改正に関わる内容でもあります。ここまでですね、4番、金融商品取引法について見てきましたですね。こちら、青で書いたこちらの違いですね、会社法等の違いは押さえていただくとともに、それから、こちら、有価証券報告書の中で、 確認書制度、それから内部統制報告制度ですね、こちらの違いですね、ここはしっかりと押さえておいてください。まあ、実際にこの有価証券報告書ですね、こちらをインターネットなどで見ていただくのが、こちら、理解する上では良いかというふうに思います。はいでは、ここまでですね、についてはよろしいでしょうか。 はいでは続いて今度5番ですね番書の方は右側になりますけども金融商品取引法上の開示義務こちらも見ていきましょうまずここではですね全体を通してですね項目として見ておきますとまず括弧1のところ発行開示義務それから括弧2継続開示義務それから括弧4のところで適時開示ということが出てきます。こちらですね発行開示義務 継続開示義務それから適時開示ですねこちらまず全体として押さえておきましょうまず発行開示義務ですねこちら見ていきますとこの発行開示というのは有価証券の募集または売り出し時に行う情報開示のことということですねでこれ金額によってこの書類届け出書類に違いがあるということで2行目のところですね発行開示 こう売出し価格の総額等が1億円以上の場合、この場合には発行者は有価証券届出書ですね有価証券届出書を内閣総理大臣に提出するということですね。一方で第2段落の4行目のところですね、後半、なおで始まる文章を見ていきますと発行売り出し価格の総額等が 1000万円超から1億円未満の場合この場合には有価証券通知書を提出するということになります先ほどの有価証券届出,処理は届出書よりは内容がもうちょっと簡略化されているということですよね有価証券通知書ということになりますここ名前がちょっと似たようなものになりますのでここは押さえておいてくださいそれからカッ2の継続開示義務 こちらのを見ていきますと丸2の開示の形式のところですね A のところで有価証券報告書それから B、半期報告書それから C、四半期報告書ですねそれから D、臨時報告書とこちらが継続開示義務として定められているものなんですね。 でそれぞれの内容をです、ね、どういったところを開示していくのか報告していくのかというところはテキストの方で一通り確認していただければと思いまでそれから、かっこ3の有価証券報告書のところです、ね、こちら見ていきますと2行目の後半のところですね、赤文字のところ当該事業年度終了から3ヶ月以内にこの有価証券報告書を 内閣総理大臣に提出するるこことととを定めているということですねですから例えば3月末決算の会社ですと6月末までにこれを提出しなければならないということになるわけですよね。でそれから次の文書を見ていきますと内閣総理大臣が受理した日から5年間公衆の縦覧に表しなければならないとこのような定めもあります。 でこの点に関連してです、ね、テキストページめくっていただいてこのテーマ、最後のところを見ていきますと表がありますよね金融商品取引法上の情報開示ということで有価証券報告書、半期報告書四半期報告書、臨時報告書それから内部統制報告書ということで提出先はいずれも内閣総理大臣というところですね。提出期限は 有価証券報告書と半期報告書、これは3ヶ月以内ですね。それから、一番右の内部統制報告書というのは、これは有価証券報告書とセットで提出していくものですから、こちらも提出期限は3ヶ月以内ということですね。それから四半期報告書は45日以内、臨時報告書は地対なくということになっています。 それから、従覧期間のところを見ていきますと、これ、それぞれ違いがあるということで、ここですね、一通り確認していただければと思います。で以上ですね、ここまで見てきたところですね、この発行開示義務、それから継続開示義務、こちらは法定開示と言われているものですけども、法律で定められているものですけども、これに対して、適時開示というものがあります。こちら、テキストので確認をしていきますと、 上場会社に義務付けられている重要な会社情報の開示のことであるということですね。この法定開示だけでは十分でないということから、この適時開示ですね。これは、この金融商品取引所ですね。金融商品取引所、証券取引所のことですね。こちらの規則で定めているものということになります,です、ね。この適時開示という言葉も押さえておいてください。それからテキストの中では、 次の段落ですね見ていきますと改正法に関わる記述がありますよね1行目の後半のところから見ていきますと企業が未公表の決算情報などの重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合速やかに他の投資家にも公平に情報提供することを求めるものということでここフェアディスクロージャールールこちらが定められています。 こちらですねべ、まあ、てのケース、ですねこの情報開示、重要になりますのですべ、まあ、てのケースい言えると思いますけれどもこのフェアディスクロージャールールですねこの言葉を押さえておいてください。はい、それからテキストをです、ね、最後のところ、括弧5のところを見ていきますと有価証券報告書等虚偽記載による罰則ということでこの虚偽の記載をした場合にどうなるのかということですね。ここ見ていきますと 事事罰罰ななんです、ね、この刑事罰ですすねねここのそれから丸課長金とということになりますまず丸一、刑事罰の方を見ていきますと、有価証券報告書や四半期報告書について、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したものに対しては、次のような刑事罰が課されるということで、有価証券報告書については、 10年以下の懲役まもしくは1000万円以下の罰金に処しまたはこれらを閉化するということですねそれから四半期報告書については少し数字は異なりますけどもここ記述のあるような内容になっていますそれから次の段落を見ていくと法人等の代表者代理人使用人などがその法人等の業務財産に関し 有価証券報告書等の虚偽記載を行った場合その違反者だけでなく法人等ですね法人等に対しても次のような罰則が課されるということで有価証券報告書については7億円以下の罰金という形になっていますこちらですねこの刑事罰についてまずは確認しておきましょうそれから丸二の課徴金ですね こちら課徴金というのは今まで見てきた中でもありましたよね、独占禁止法、それから景品表示法のところでもこの課徴金という仕組み、制度がありましたけれども、まあ、ここですね、内容については皆さん、お読みいただければと思います。はいでは、ここまでですね金融商品取引法の,この開示義務ですね、こちらについても確認してきました。 ですね、繰り返しになりますけどもこの発行開示と継続開示という法定開示、まあ、それから適時開示ですね金融商品取引所証券取引所の規則で定めているものですねこちら押さえておいてくださいはいではですねここまでで第5章ですね一通り確認してきましたですね このあとは先ほどですね、まあ、過去問ということで、まあ、インサイダー取引ですね、こちらに関する過去問ですね、1問取り組んでおきたいと思います。ではですね、番書の方は切り替えていきますので、今一度こちらですね、番書の方確認をしてください。よろしくお願いいたします。 はい続きまして過去問の中からこちら平成25 15年度の第15問に取り組んでみましょうまずは皆さんご自身でこの問題取り組んでいただいた上でこの動画の解説をご覧いただければと思います。ではまずは問題の方に取り組んでいただいたという前提で解説を進めていきます。まずここの問題はこちら インサイダー取引の規制に関する問題ですよね金融商品取引法の中では166条に定めがありますでは問題文の方ですねここポイントになるところ確認をしておきますと3行目のところですね事業提携契約の適時開示前にとありますよねこの適時開示前に 落ち着間の事業提携契約の締結を知った上で自ら公社株式の売買をするこれがインサイダー取引の規制に当たるのかどうかということですねで選択肢の中では A から E までですねこのそれぞれのものがこの規制の対象に当たるのかどうかこちらを回答していくということですねでここで この規制の対象になるのかどうかということで整理をしておきたいのはこちらですね、まずこちら、会社関係者ですね、この会社関係者にあたるものをですね、ざっとまとめておりますけれども、まず1つ目、役員、代理人、使用人、その他の従業者、それから2つ目、会計帳簿閲覧権を有する株主、でこの株主というのはこちらですね。 権利の行使にに関し知ったとということになりますそれから3つ目ですね法令に基づく権限を有するものそれから4つ目契約を締結しているもの契約交渉中もの締結交渉中のものですねこちらがざっとこの会社関係者ということになりますそれからもう一つ確認しておきたいのはこちらですね情報受領者ということでここ 会社関係者から重要事実のの伝達を受けたものそれから会社関係者で亡くなってから1年以内のものこれらのものは情報受領者ということになりましてこの会社関係者それから情報受領者いずれも規制の対象となってきます。でこの観点から A から E の選択肢ですね見ていきますとまずは A。 オツ社取締役会における承認報告がないのに事業提携契約を締結したことをおつ社代表取締役から伝えられた社外の第三者から教わったオツ社取締役 A ですねちょっとややこしいですけれどもこのように情報の入手経路には紆余曲折があるわけですけれどもこの取締役 A というのはこちらですよね会社関係者に該当するわけですよね。 したがってこのですね入手経路がどうであれこの取締役 A はこの規制対象に当たるわけですよね。それから B これは後者の代表取締役として事業提携先候補の選定を行った後半年前に取締役を退任した B こちらどうかというとこちらですよね。情報受領者の 2つ目会社関係者で亡くなってから1年以内のものこちらに該当してくるわけですねですからこちらもこの規制を受けるということですね。それから C 今度は後者取材の際に偶然耳にした役員同士の立ち話からおつ社との事業提携を知った経済指揮者 C ですね。こちらどううかというと この情報受領者の定義としてはここですね重要事実の伝達を受けたものという定義ですよねここ見ていきますと偶然耳にしたわけですね立ち話から偶然耳にしたということで今この重要事実の伝達を受けたというふうには言い難いですよねですからこの C に関してはこれは規制の対象を受けないというふうに考えられますそれから D について見ていくと 顧問先である乙社の役員から公社との事業提携を知らされた中小企業診断士 D こちらはこの重要事実の伝達を受けたものに該当するかと思いますですから規制の対象は受けるということですねそれから E こちらは事業提携について 公社代表取締役から伝えられた証券会社担当者に教わった公社株主 E ですね。この株主 E というのは先ほどこちらに出てきた株主には該当しないですよね。この権利行使をしたわけではないのでこちらの株主は該当しないということですねで。ここ見ていきますと証券会社担当者からこのま股引きをしているわけですよね。 したがってこのケースはこの規制の対象を受けないというふうに考えられるかと思いますで、このまインサイダー取引の規制に関してはですねこの結構微妙なところがですねあるかと思うんですよねですからこの迷うケースはあると思うんですけれどもここですね問題文のところ最も適切な組み合わせということになりますので まあここどうかな100%外は言えないんじゃないかなというところが迷ったとしてもですね、最も適切な組み合わせを選んでください。はい、ではここまでですね、過去問一緒に見てきましたがよろしいでしょうか。はい、では今度第5章の最後になりますけれども必須テーママルバスチェックこちらを見ていきましょう。 では番書の方切り替えていきますので今一度こちら番書の方確認をしてくださいよろしくお願いいたしますでは第五章の最後に必須テーママルバスチェックについて見ていきましょう ここでは、問1から問9までありますけれども、場所の方ではそれぞれテキストのガイドページを書いております。後ほど復習の際の参考にしてください。で、ここではこの9問の中で4問ですね、ピックアップして確認をしておきたいと思います。その4問というのは、問1、問3、問4、それから問8ですね、この4問ですね。 では一旦動画の方は止めていただいて皆さんご自身で取り組んでみてくださいはいでは取り組んでいただいたという前提で解説を進めていきますまずは問1ですね問題文を見ていきますと買い主は売り主が指定した価格で商品を小売業者に転売するものとするという条項を定めることは不当な取引制限のうちの再販売価格の拘束にあたる この記述丸かかとというとですよねまずはこの内容は独占禁止法に関する内容でしたけれども再販売価格の拘束これは再販売価格維持行為ということで不当な取引制限ではなくて不公正な取引方法に関する内容でしたよねここ用語がややこしいところありますので今一度確認をしておきましょう。不当な取引制限というのは カルテルや入札談合が該当しましたよね。はい、だ続いて問3ですね。見ていきますと、製造物責任法による損害賠償請求権は、損害及び賠償義務者を知ったときから5年間行使しないときは、時効により消滅する。この記述、丸かバツかというと、バツですね。回答解説のところでは。 製造物責任法による損害賠償請求権の消滅事項は3年であるとありましたけれどもここですね板書のところで説明をしてきた内容ですね。民法改正によって人の生命または身体に侵害を及ぼした場合この場合は5年ということで違いが設けられていましたよね。この点今一度振り返ってておいいいくださいはい 続いて問4ですねインターネット販売にはクーリングオフ規定の適用はないがショッピングサイト上に返品の可否及び条件を記載していない場合顧客の都合により契約を解除されることがあるこの記述丸かバスかというとこれは丸ですよね。この内容は特定商取引法に関する内容ですね。 特定商取引法には7つの類型がありましたその中でインターネット販売というのは通信販売に該当すする内容ですねで通信販売においてはクーリングオフの規定というのはありませんけれどもここにあるようにショッピングサイト上に返品の可否および条件が記載していなければ顧客は受け取った日から8日以内であれば返品契約解除は 可能であるというふうに考えられましたよね。はい、それからこの内容と合わせてま取引試験というのもありましたよね。クーリングオフと取り消し権、この違いも確認をしておきましょう。はい、続いて問い8の方を見ていきます。と、確認書は有価証券報告書や半期報告書、四半期報告書と合わせて提出しなければならない。 この記述丸かバスかというとこれは丸ですよねまずは確認書というのはどういったものであったかというと財務報告が適正であるということを経営者自らが確認するといったものでしたよねこちらですね内部統制報告書といったものもありましたねこちらと違いを今一度確認をしておきましょう はいではここまでですね第5章について見てきましたがよろしいでしょうかこののの第5章というのはたたくさんの法律が出てきました本試験対策としては毎年必ずこれらの法律が出るというわけではありませんけれども実務上はいずれも重要というふうに考えられますのでこの動画を うまく活用していただいて知識の習得を図っていただければと思いますではここまでですね皆さん大変お疲れ様でしたぜひ一次試験ですね頑張っていただければと思いますではこちらですね番書の方確認していただいて終わりとしてくださいよろしくお願いいたします